はい、こんにちは、フラッシュです。明日の朝ですね、沖縄に出発するんですね。で、朝一番の始発の飛行機に乗っていくので、名古屋の国際空港ですね、セントレアで一泊してから出発しようと思っています。朝6時の飛行機なんで、さすがにこうちょっと4時起きで走っていくのはしんどいかなと思ったので、セントレアにね、カプセルホテルがあるんですね。セントレアの中に物を試しに、セントレアのカプセルホテル、チューブスクエアって言ったかな、に一泊しようと思ってます。お値段がね、3800円だそうです。まあ、それなりだと思いますけども、なんといっても空港の中にあるカプセルホテルなので、まあ珍しいですよね。ということで早速行ってみたいと思います。セントレア、今ね名古屋ですけども、セントレアに向けてね行ってきます。じゃあ後ほどレッツゴー。セントレアに来ましたね。暗いけど、バイクを止めるのですね、多分第一駐車場の事務所の横に止められるっていうふうに聞きましたからね、第一駐車場までとりあえず行ってみたいと思います。予約はねできないんですよね、バイクの場合は。バイクは予約なしで行くそうです。ちょっととりあえず行けるだけ行ってみたいと思います。第一出口、なんか行くとね、駐車場のところに横に入るところがあるっていう、バイク駐車場、ありますね。あ、ここだここだ。ここに止めればいいんだね。よいしょ。ありがとうございます。よっ、止められるのってちょっと横にもう一台入るかな、傾きすぎてる。セントレアの駐車場は1日1000、通常機1600円、換算機1600円、繁忙期だと3000円だって。すごいね。バイクだといくらなのかな。詳しくはこちらと書いてある。沖縄到着です。初めて来ましたね。静かだね。でかいね、これ。確かにね、何も入れない。県庁、北側に来ました。すごいかっこいいね、あの建物。はい、おはようございます。今日はですね、沖縄2日目ですね。今日はね、バイクをレンタルしてツーリングをちょっとしてみようと思ってます。那覇本島の半分ぐらい、南半分ぐらいですね。はい、今国際通り歩いてますけど、これからハーレーダビッドソン沖縄ですね、バイクを借りに行こうと思ってます。段のちょうど行きます。ハーレーダビッドソン沖縄店さんですね。バイクをレンタルしました。今日借りたのがこちらですね、 RH1250 のスポーツスター S。 なるほど、はい、これでスタート。
ね、今日はまずはね、トロピカルビーチという、あの時計回りでぐるーっとこう 北上していく形になりますね。どうですか、綺麗だね。なんか遠浅なんだけど、すごいね。ここはその遠浅のビーチなんだね。綺麗だね。ちょっとここをゆっくり走ってみよう。だいぶハーレーに慣れてきた。綺麗、青い青い。これはやっぱ沖縄だよね。波が今日は高いんですね。波が、白波が立ってるのと、あの海の青さのコントラストが綺麗ですね。いや楽しみだな。もっと綺麗なところたくさんあると思います。もっと行ってみよう。上地橋、亀瀬橋、綺麗だね。ちょっとこう背が低いのが残念だけど、これ普段のバイクだったらもっと景色が綺麗に見えるんですよね。はい、このハーレーはやっぱ背が低いのがね難点。まあ、でも、いや波が綺麗ですね。いやこれは綺麗だ。いやごめん、今日はね多分綺麗とかすごいとかそんな感想しか多分出ないと思いますね。はい、なんせまあ初沖縄の初ドライブ、あなんかジェット機というか、ね、航空機、あれ戦闘機だね、戦闘機が飛んでるね。米軍だろうね、多分ね。いやー綺麗な海で、海が多いっていうのは要するにこれはあるでしょ、プランクトンとかが一切ない、その要は濁り混ぜ物がないってことでしょ。普通の海だとこうプランクトンとかねがいたりしてどうしても色がついちゃうんだけど、これだけ透明度が高いっていうことはね、空が青ければその分青いっていうことですよね。全だったんだ。沖縄では有名な東急ハンズもあったんですね。宜野湾まで来ました。うわ、綺麗じゃないですか。綺麗だね。それではね、これから、どうだろう、40キロぐらいあるのかな、ザンバ岬っていうのかな、ザンバ岬灯台というところまで行ってみたいと思います。まあ、ところも海沿いにずっと走る感じですね。今ね、
40キロぐらい出してるので音も入ってるかもしれないですけど、これがスピードが出てくると、ね、ちょっと音が入らないかもしれないですね。いやー、南国って感じの道じゃないですかね。本当に日本じゃないみたい。 左側通行だからかろうじて日本ってわかるけど、本当に日本じゃないみたいな感じですね。宮崎でもこうじゃなかったね。いやー、いいですね、沖縄って感じ。この車線しかオートバイ走っちゃいけないんだからね、かなり制限されますよね、これね。はい、嘉手納町、こんにちは。もう本当にこんな道グアムみたいじゃん。ようやく街中を抜けて沖縄の雰囲気が出てきましたね。はい、ここから先はもうあまり街ではないので、ね、こんな感じの道が続くんじゃないかと思いますね。やっぱりこういう米軍の施設がたくさんあるんだね。読みたんですね。本当に青い海だよ。うー、すごいね。なんかトイレまでありますね。よいしょ。すごい綺麗だ。サンパ灯台。すごいね。大変続いてる。サンパ岬行ってきましたね。なかなか綺麗なんですね。でもね、まだまだ海近くないんだよね。もっと海の近いところに行きたいですね。これからですね、海中道路っていうところに行ってみるんです。海中道路、ここもね、まあまあ沖縄ではまあスポットになってます。ツーリングスポットになってますね。ここから50キロぐらいあるんですけどね、ちょっと移動してみたいと思います。それで行きます。オンナソンに入りました。オンナソンというのを聞いたことがある名前ですよね。名前だけはね、聞いたことがある。オンナソンとかヨミカンソンとか、ね、聞いたことがありますよね。
一気に今度は東海岸側まで走っちゃおうと思っています。いやもう海きれいに見えてますよ、この辺からでもね、きれいに見えてますけど、一気にその反対側まで走っちゃって、で、その海中道路に行ってちょっと海をねしっかり見ていきたいなと思います。今日は絶好のツーリング日和だよね、本当に。街中さえ入らなければ綺麗ですね、この花もね、なんていう花か分かりますけど、綺麗に咲いてます。もうこんなのも南国っていう感じですよね。いやこの道良かった、この道なかなかいいツーリングルートですよね、綺麗ですね、すごいですね、ここは綺麗ですね。なんだろうな、この紫の花と黄色い花、白い花が咲いてるのか、葉っぱかな。ちょっと見てみますか、葉っぱですね、葉っぱが黄色いんですね、綺麗ですね。取れてないと残念なんだけど、いやここは沖縄の道って感じじゃないか、反対側から来た方が綺麗じゃないかな、海が。沖縄の中を走ってるとってか、この那覇の走ってるとこうアメリカ軍の施設が本当多いね、基地がいっぱいあるんですね。海のすぐそばまで来ましたね。何の匂いか、磯の匂いというのか、池井島とか言ってありますね。あの島が池井島かな、一番先っぽが。なんか橋がね、いっぱいかかってるし、その海中道路っていうのが。その一番先端が池井島という島みたいですね。まあ、ちょっとどこまで行くか分かりませんけど、ちょっと行ってみようと思います。結構観光客いいね、レンタカーがね本当に多いですね、沖縄はね。だからみんなおっかなびっくりの運転の人たちばっかりだから面白いよね、見ててね。わあ綺麗な海だねこれ、うん、綺麗。これが海中道路ですか。
どうでしょうか、バイクでなきゃこんなとこ止められないんだけど、ちょっと綺麗な海だね。この木は何の木ってやつだろう。海中道路。はい、今度はね、これを戻ります。海中道路を戻って、知念岬っていうところまでね、行きます。もうこれで本当に後半に入っていくんですけど、もうあんまりのんびりしてられなくなってくるんで、本当は白槽リッジとかね、行きたかったんですけど、首里城とかね、もう行きたいと思うんですけど、あんまり観光地に行ってもね、もう道が混むんですよね。全然読めなくなっちゃうから、すでにね、もう読めない状態ですよ。渋滞が結構あるんですね。それがね、ちょっと残念な感じ。それぞれの景色は綺麗でいいんですけど、この辺がね、北海道九州なんかと違って、そこ行くまでの間がね、渋滞してしまいますよね。しょうがないよね、ボトルネックみたいになってるから、その道しかないからね。どうですか、この景色見えますかね、皆さん。これちゃんと見とかないとダメだね。もう沖縄のツーリングにね、そうしょっちゅう来ることはないと思いますからね。きれまあ、ただ沖縄っていうのは日本で唯一戦争があったね、戦地となった土地っていうのかな、日本にあってね、まあ、ねそういう歴史なんか勉強 して私も来ましたけど、まあ、ちょっと難しいですね、歴史といってもね。なので歴史の研究をされてから沖縄に来られると、まあ、それはそれで楽しいんじゃないかなと思いますね。私はねちょっと勉強不足、そういう意味では。沖縄の道走ってみると分かるんですけどね、足がね滑るんですよね、靴が。そのアスファルトの上がちょっと私も革靴だからいけないけど、これサラ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 するんですよね。細かい粉みたいなのがあるんだね。よく言うね、沖縄は潮が降ってくるっていう、そういう関係だと思いますね。これはね、多分雨の日は本当滑るんだろうなと思いました。にしても渋滞しますな、この沖縄っていうのは。走ってる時間より止まってる時間の方が長いって感じじゃないですか。いやー、道の混むのは、しかもね、これバイクはこの車線しか走っちゃいけないんだよね。ひどいね、これ。道が混みすぎだよ、もう本当に。いやー、なんかもうなんか並んでる時間の方が長いもんね。まいったね。はい、ということで、今回沖縄をね、沖縄本島の南半分をね、ちょっと回ってみました。まあ、全島回ろうと思うと、1日どころか1日は足りないぐらいだと思いますね。はい、まあ、よろしければ参考にしてください。はい、最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録してやってください。ね、沖縄のここ、本当にいいんだよ、みたいな、いいスポットがあればね、ご覧の方に教えてあげていただけますか、コメント欄でね。お寄せください。教えてあげてください。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。沖縄バイバイ。